くさん戦って必死に生き抜いてきたのに、オクラホマが遠いんです。あのトウモロコシ畑に戻りたくて、今日まで一生懸命トリガーを引いてたくさんたくさん引いてきた。なのに戻れない、遠ざかっていく。これ以上離れたくない。もう帰りたい。帰ってみんなと一緒にもう生き抜くためにトリガーは引かなくてもいいですよね。もう終わりにしてもいいですよね。ああ、お前の戦争は終わった。サンキュー、はい。あなたのおかげでここまで生きてこれた。今度こそきっと帰れます、故郷へ。あの豊かなオクラホマの大地。グッバイ、ルッキー。私、わからない。仲間がたくさん落とされたのよ。マーシン、たまにはシャレ込んでみようぜ。大空の散歩ってやつをさ。付き合えや。キム、キトリをエスコートしてやってくれ。キトリ、行こう。生き残ったのはあいつらだけか。シンとミッキーは遅れるそうだ。俺が撮りたい写真は、焼けた砂に血を焦がしてでも生きようとする奴の見開かれた目なんだよ。聞こえるかい、神崎。ここを去っても戻ってくるなよ。お前に銃口を向けるなんてごめんだからな。ああ、俺は二度と戻らない、絶対に。この戦場を離れたらオクラホマの実家に帰って父の畑を継ごうと思っています。タイは、そうだな、フロリダに別荘でも買って年中ゴロネと行くか。タイ、いつか遊びに来てください。自慢のトウモロコシで歓迎しますから。友には言えぬ秘密がある。人に悟られてはならぬ策略がある。知れてはならぬ恋がある。いくつもの思いが交差する瞬間、炎が燃え上がり、グレンの中に翼が折れる。ここはエリア88。悲しい男たちが運命を悟る場所。Remember